オザンナは1971年にイタリアのナッポリで結成されたプログレッシブロックバンドホニットチェトラレーベルより1971年にデビューメンバーは前身であるアマチュアバンドのチッタフロンターレで活動していたダニーロ、ルスティチ、マッシュモグアリのリノバイレッティ、デロブランディにナイトクラブで演奏していたチッタフロンターレを見て感銘を受け加入したエリオダーナの5人 当時のチッタフロンターレには後に、ビルバレット・ディ・ブロンゾーに加入するジャンニ・レオーネが在籍していたが、ビルバレット・ディ・ブロンゾーに引き抜かれる形で脱退し、結果ジャンニ・レオーネとエリオ・ダーナが入れ替わるような形で、オザンナとしての活動をスタートした。メンバーの分裂や事実上の活動休止などを、へながらも1978年までに5枚のアルバムを発表。2010年に来日。 ハードロック、ジャズロック、サイケデリックロック、クラシックなどの融合した独自の世界観を持つ。歪ませたエレクトリックギターにうねり絡みつくようなフルートが、呪術的な銅のサウンド、かと思いきや時折見せる序情的な聖のサウンドなどを非常なペースで行き来する起伏の激しいサウンドが特徴で、同国の似た傾向のバンドに比べて即興性、 抽象性の高い音楽性である。ありがとうございます。